ボナー軍はアメリカ合衆国間補修の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は4万877人である。軍庁所在地はサンドポイントであり、同軍では人口最大の都市である。1907年に設立され、軍名はこの地で渡し船を運航したエドウィン・エル・ボナーにちなんで付けられた。 ボナー軍は1907年2月21日にクートニー軍の部分から設立された。私船の運航者で交通事業の創業家エドウィン・エル・ボナーにちなんで名付けられた。ボナーズフェリーの町は1915年にボナー軍北部から分離したバウンダリー軍の中にある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1919.59平方マイルであり、 このうち陸地は1737.67平方マイル、水域は181.92平方マイルで、水域率は9.48%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。クーテナイの日ので、ケルソー湖はこの地で最初に生まれた子供である、ミニー・ケルソーにちなんで名付けられており、その直後にミニーのいとこ、セイはクラークが生まれた。 現在、クラーク湖ではなく、ケルソー湖と呼ばれている理由である。アメリカンファクトファインダー、US センサスビューロー、2011年2月4日。ファインド、A カウンティ、ナショナルアソシエーションオブカウンティーズ。 http://www.naco.org スラッシュカウンティーズスラッシュページーズスラッシュ fintacounty.aspx2011 年6月7日閲覧 ?bonnercounty-idaho.gov アーカイブド2006年12月13日アットザウェーバックマシンセンサス 2000US ギャザティアファイルズカウンティーズユナイテッド・ステーツ・センサス2011年2月13日閲覧ボナー・カウンティ・クイック・ファークッツ・グッズユナイテッド・ステーツ・センサス・ビューロー2009年2月20日アクセスト2009年3月29日センサス .gov アイダホ・ポピュレーション・バイ・カウンティー1900から90ありがとうございます